で逆協力とかその柔軟な人っていうのはそれならその条件ででもこういう組み合わせだと新しい仕事できないかみたいなことを常に考えられるとか、これはこれでやるものだっていうところから抜けられないことを違う角度から見れると思う。それを俯瞰してこっちじゃなくてこっちかなみたいな、その差だと思うんですね。じゃあそれはどうすればいいんでしたっけ。で自由な外遊びが一番伸びるんですよね。で何かっていったら、ね、空間をもう俯瞰して遊んでるので、斜め上の自分をこうなんか記憶で言うみたいな、これつまりもう心の目で俯瞰してたってことなんですね。あとは最後に言っておくとね、そうですね、あんまりこうきちきちとしたちゃんとした完璧母と目指さなくてもね、ママが笑顔で安心してるっていうことが最大関数なので、今いろいろ言いましたけど、この自己肯定感がもう絶対的に育っていて、その中で没頭できるものを見つけていって、はい、でその先にその本の中で最後に逆境を乗り越える力、はい、切り替える力っていうのがこれから必要となるって、はい、それどういうふうに、まあ、逆境を乗り越える力ってこれですね、うん、つまり免疫ができているので、まあこれはどっかのちゃんとしたエビデンスが出たやつですけど、なんか経済的に成功している人と失敗している人みたいな、なんかアメリカの本だったと思うんですけど、やっぱり逆境力って言って、やっぱり失敗する人は逆を嘆くと、めげていると、ああうまくいかなかったうまくいかなかったとか、もう分かりやすいよって、うわコロナでもう終わりだよみたいな、でこっち側はコロナっていう大変な条件がでも全員一緒だから絶対これビジネスチャンスあるわなみたいな思うかみたいな。そうか、強い心持ってるし思考力も育ってると、うん、そういうふうに考えられるんですね。そうです、変化の時を常にそれならそれでやってやろうじゃないのっていう、そんな闘争心っていうよりは絶対こういう時ってアイデア出すといけるよねみたいな目で見てる感じとか、その差ですね。だからやらされ人間っていうのはもうなんか、それどこまでやんなきゃいけないんですか、今少子化だから子供ってもう無理ですよねみたいな、なんか言い訳ばっかりしてるんですよ。できない理由ばかり探し出してるんですよ。で逆協力とかその柔軟な人っていうのはそれならその条件ででもこういう組み合わせだと新しい仕事できないかみたいなことを常に考えられるっていうか、その差だと思うんですね。なんかそれちょっと切り替え力にもつながってますね。切り替え力っていうのはですね、一言で言うと、僕は遊ぶ力っていう言葉、遊ぶって本当に遊ぶっていうんじゃなくて車の遊びみたいな、なんていうかな、例えば別解を考えろみたいなことを言った時に、教育の現場でね、中学入試のエッジのトップの子です、高校入試のトップの子たちですって時に、今までできてた子がこれから6年1年間スーパー算数という厳しい戦いでやりますって時に、答えなんかどうせ出る子たちばっかりな時に別解をたくさん考えてこいって、そこが勝負だぞって言った時に、別の回ですね、つまりその一回これが正解って言われたらそれで終わった気になる勉強させられた子って、なんでそんな余計なことしなきゃいけないんですかみたいな、で本質的な頭のいい子っていうのは、もういいですね、いい別解考えましょうみたいな、もうそこが面白いっていう、でそれはもうまさに遊びの力なんですね。だからその柔軟性みたいなことなんです。とかあとは面白いことで言うと、勉強で突っかかってる子を動画撮って研究した時の面白いのはですね、頭が固い子っていう子言われるんですけどね、こう証明問題やってた、あ違うじゃんって消す、そうね、また同じやり方でやるんですよ、頭が固い子って間違ってないはずだ、で何回も何回もであれとか言ってる、でやっぱり柔軟な子っていうのはこのやり方じゃないやり方でやるわってスーッとこう違うところに行けるみたいな、これはこれでやるものだっていうとこから抜けられないことを違う角度から見れる子みたいな、まさに柔軟性というかこう遊ぶ力としか言えないものなんですけど、俯瞰してこっちじゃなくてこっちかなみたいな。ごめんなさい、それはどうすればいいんでしたっけ。それは一番いいのはやっぱり外遊びなんですよ。だからそれは外遊び、外遊びの中にもう言ったら全部あるんですよ、もう本当に、で自由な外遊びが一番伸びるんですよね。で何かって言ったらね、空間をもう俯瞰して遊んでるので常に、だからもう要するに上から見る目みたいなのが出来上がるのが、まず幼稚期のこの一番僕がポイントで、非認知のかなり言われてないけど大きいことだと思って、やっぱりなんかこれやりなさいっていう世界だけに生きていくと、なんか物も見えるしこれやればいいんだなみたいなじゃないですか。ところで外遊びっていうのはもう自由だから、
あそこにじゃ あの橋渡してやってみないみたいな、無理でしょみたいな、いやでもこうやってやればできんじゃんみたいなことをこうコツコツコツこうやってる時に、その01構想をしてるし、そしてやりきってるし、でダメだったらこうやるかみたいなことをいっぱいで、その時僕が一番言いたかったのは、上から見てるんですよ記憶が、あの、うん、イケてる人って、うんうんうん、これよく言うんですよ、あの、うん、斜め上の自分をこうなんか記憶で言うみたいな、これつまりもう心の目で俯瞰してたってことなんですよね。じゃあ子どもの時代からそういうのし始める。そうです、そうです、たくさん外で遊ぶとやっぱり常にこうモニターしてる自分みたいな、こう全体空間全体っていうか、すごいね、あ足りてなかったんだ私、なんかその記憶もなかったからもしかしたら外遊びちょっと足りて、あ結構やったつもりだけどまだ足りてない、私たちはやってたからなんとなくそうなってるのかも、でも子供はその機会も得られてないのかもしれない。いやとはいえある方だと思いますよ、うん、あるんですかね、うんうん、仕事でそれだけやれてるってことはやっぱり、なんかいつも迷うんですよ、その、うん、おもちゃ買ってほしいとかって言われて、うん、家にいっぱいあるしな、使ってないものもあるしな、うんうん、そもそも物がない方がその子が本人の想像力を働かせて面白い遊びができる気もするし、こんな材料もこんな材料もこんな材料もあって、これとこれをくっつけて新しいものができた方がいいような気もするし、どっちもですね、どっちも合う合わない、どっちもその子の合う合わない、いい材料だから、よくあるのはなんかこうカチャカチャっとこう設計してやって、それをこうやればいいっていうのは、まあジグゾーパズル型の、それも別に意味あるんですけど、やっぱりその棒を武器と見立てるとか、棒を柱と見立てるみたいな、こういろいろこう形なきものをこう想像する時の遊びが僕は一番あの伸びてると思ってますよね。なるほどね、やっぱでも基礎も必要だからさ、それなんかお手本となるものもあった方がいいし、でも確かにうちの娘もトイレットペーパーの芯とか見て、これでなんか作りたいと言ったりするから、これでなんか作りたいって本当めちゃめちゃいいパターンです、ね、本当で言ったりする方もそういう、なるほど、なんかすっごいいろんなポイントがあって、加藤さんどうしても明日からこれはやりたいなとかってあります？こうそうですね、でもやっぱりあの先生がの著書にもある潰さないっていうのがすごく私ぐさぐさ引っかかってまして、うん、でもちろんその土台を作るところの親の愛、うん、子供だけにかける時間を取るっていうことがいかに大切なのかっていうことが分かって、それを一つやりたいなと思ったのと、うんうん、あと先生がおっしゃるところのそのキラキラしてるかどうか、うん、結局のところその子に合う合わないっていうのは家庭の方針もあるし、その子の個性もあるし、一概に言えることではないけれども、多分その子を見て、あ今これにすごく心が惹かれている、これがやりたいんだという兆候を見逃すべきではなくて、それを親が阻害してはいけないんだということをなんとなく学びました。それができればいいよね。でもそれなんか自分で言いながらやっぱり抽象的だから、現実で実践するときにどこまでできるかっていうのがこう自分が問われてるな。今もうその通りなんですけどね、落とし穴を言うと、うん、やっぱりママは女性で大人じゃないですか、うん、男の子でやっぱ失敗しがちなんで、長期引きこもり男の方が多いみたいな、何かってやっぱ口出し しすぎちゃって、例えば何でもいいですよ、ある一例を言うと、お母さんがもうこの子頭おかしいです、どうしましょうみたいなこと言ってきたから、1年生の溺愛した子なんですよ、うん、じゃ何かって言うとね、持ってきたのは風呂敷にいっぱいカンカンが3つあってね、あの何ですかってパカッと消しゴムのカスをびっしり集めてると、このゴミを集めてるうちの子頭おかしいですよ、ね、いやいやいやおめでとうございます少年はもう練り消しっていうか、イカハマると、うわ虹色だぜと、なげえこれとかね、もう関心を持っちゃったわけですよ。で集めようと意思して集めてるわけです。しかも色は別に分かれてるし、うん、この決意してやりきってここまで貯めてるっていうことはめちゃめちゃすごい力があるから、大物になりますよって言ったら、本当ですかって言って、ちゃんとやっぱり大学で一番上行ってましたから。なるほど。みたいな、あとドロンコを嫌がるとか、子供めっちゃ好きなのにとか、あと虫を嫌がる母とか、あるあるですよ。そうか、そういうのはちょっとあれだね。あと、うん、私がなんかぜひ実践したいなと思ったら、やっぱ家訓、家訓を私ね、やっぱり自分の気分次第で何でもかんでも、ちょっと前回は怒らなかったことを怒ってしまったりすることとか、どうしても自分の中でも統一されてないなって思うことが多くって、それがあの夫と比べてはもっと統一されてないから、やっぱ家訓っていうのをまずは一歩、二人をすり合わせないと、すり合わせて条約結んで、この家のルール家訓ですってのも家訓、ここからやってみようかなって。あとでも最後に言っておくとね、そうです、あんまりこうきちきちとしたちゃんとした完璧母を目指さなくてもね、あのハッピーであれば、もうこれは本当に一番大事な図を書き忘れたんですけど、
あのお母さんがいてね、うん、子供がいて子供がいてね、うん、まあ、もう父もちっちゃくいるんですけど、その何かっていうと、そのママが笑顔で安心してるっていうことが最大関数なので、今いろいろ言いましたけども、そうですね。だからここはわがままに自分のニコニコカードを取りに行っていいんですよっていう、これはもう話せば長くなっちゃうんです。これは絶対の真実なんですよ。エビデンスも出てるし。ニコニコカードって何ですか？例えば自分のお母さんが近くにいて、子供預けてちょっとお話しに行くとか、あとは何でも仕事をしてる方が健やかな方が多いかなっていう、専業でもう見てるとね、口出ししすぎちゃう自分がいたりするんでとか、あとはあの韓流韓国ですね、これは強いです。あの今の主婦層にもうこれのおかげでハッピーになってる人めちゃくちゃ多いですね、うん、とか何でもいいですよ、ヨガでも買い物でも、あ、子育て以外にも自分がつまり、ね、お前は笑顔でいいよって言うとね、また作り笑いでお帰りとか言う人でこれ怖いだけですよ、じゃなくて心からすっきりね、あーお帰りだ、あー帰ってきたねみたいにこう言える、このほかほか感は自分が満たされないと。でこれはね、まあ、簡単に言うと昔は近所のおばちゃんが入ってきてたから満たされてたんですよね、昔は男なんか外にいたって。ところがこれ誰も入ってきてくれないんで、まあ、先輩おばちゃんが、ね、想像してください、一人おばちゃんがいて、わかるなるよね、でも頑張ってるよみたいなこと真横で言い続けてくれたら、ね、全然違うんだもん、あの今の一言だけでなんかちょっとねぎらわれた感じが、そうでしょ、すごい嬉しかったです、そうですよ。だからそうやって真横にいてね、お母さんがもう旦那ね、そうなるんだよね、でもね悪気もないんだけどなんか腹立ってしようみたいな、こう共感共感共感みたいなのやってくれればもう全然もうニコニコになるんですよ。でも今も誰も入ってきてくれないよ。で何かって一人孤独な子育ての今も2世代目なんですよね。だからもう本当にもうイライラしながら、もうおーって思いながら、こいつ分かってくんねーって思いながらやってるみたいなのが今の基本形で、まあここから先長いんですけど、このぐらいしていきますけど、お母さん自分のカード取りに来てください、お父さんあなた外でめちゃくちゃ輝いてるぐらい頑張ってんだから、北半球の仕事は家の中のこの南半球も輝かせましょうよ、それはあなたの妻の笑顔ですよ、うん、この一点に全ての労力を割くべきである、っていうのが特に下の子が中学行くぐらいまではもう仕事としてやれって言ってるんですよね。俺のことだって上がってくれよじゃなくて、孤独な子育てって追い込まれた妻なんだから、そこはもう頑張ってやるしかないでしょって。例えばね、嫌な上司がいたって、ああそうですかって言うのがこうやるじゃないですか、頑張って、うんうん、ぐらい自分の心分かってもらえないとしても、子は妻が笑顔になるために全部やろうって意思するだけで、妻はもうすぐ分かってますから、うん、あこいつやろうとしてるわみたいな、こうやっぱり思いと思いをこうっていう意味で、僕がまあおすすめしてるのもここで終わりますけど、自由研究をしましょうって言ってですね、妻の自由研究、つまりたった一人の妻で喜びポイントも育ったところも言葉もね、何人兄弟も全員違うって、働いてる働いてないも全員違うんだから、でも子供にとっては唯一の母だから、この妻の笑顔ポイントは私が責任を持ってやるしかないなっていうことで自由研究して、うん、そう買い物に行くと幸せそうだから行ってくればとかですね、ファン見に行くのが嬉しいんだったら最近行ってないで行ってきない行ってきないとかですね、この後押ししてあげる、でこれをしっかりやることでだいぶ楽になってくる、これが分かってるだけでも困ってしまっちゃう、うん、